3回目、池ちゃんの自然栽培マイ奮闘記。今日は2023年6月24日、もう月末ですね。早いわ。まあ、田植えをしてから、ほぼ2週間です。で、今日は、ちょっとカメラ変えますね。ここ、山際の田んぼをですね、もうちょっと映らないかもしれないですけども、ここ、ラクトール2階、やっても結構稲が潰れちゃってるところがあるんですけど、もう冷えがねもうすごいんですよ。ここなかなか水が上がらなくて、もうさっきまでポンプ2台体制で水を入れておりました。で、今日はですねこの大竹製のカルチで、やっていきます。もうラクトールじゃちょっと難しいかなみたいな、まあできなくはないでしょうけど、もう結構ねなんかもう苗潰すのが怖いなと思って、でさっきね向こうの超変形田んぼやってきたんですけど、カルチね、もうちょっと来年はこことそこの変形の田んぼはもう観光栽培にしようかななんて思ってます、でねラクトールが来るまではこの山上のカルチで上間を除草して、株間はアイガモンでやってたんですけど、まあアイガモンがしんどいね、まあ、とりあえずちょっと水がまあ、結構入ったので、ここね高さ奥が高いんですよ。で手前が低いで、かなりまあちょっと土は寄せたつもりなんですけど、まだちょっと寄せようが足りなく、ちょっと難しい田んぼですねここはね。まあちょっとやっていきますか。もう5時なんで時間が許す限りやっていきたいと思います。じゃあ、タイムラプスでお送りしますね。はい、今田んぼのここ端からそこまでやってきました。ちょっと休憩みたいな感じなんですけど、まあこんな感じで見えますかね、雑草が根こそぎ浮いてきております。まあそれなりにね威力はあるんですけど、やっぱ株間がどうしても取れないので、まあ株間は、まあ、亀使ってやっていこうかなと。時々ねこうやって手除草はしてるんですけど、よいしょ、まあなかなか手除草が厳しいものがありますよね。まあ、亀も、もうこの人はほとんど変わらないんだけど、亀ね、去年一回ちょっと動画で紹介したことがあるんですけど、まあまた、使う段になったら、紹介します。ちょっと休憩、今日はこれで終わります。ありがとうございます。